ニキニキニキゴルフチャンネル、田園調布店の飯田です。未来町田店の丸岡です。よろしくお願いします。今日はですね、ものすごいものが用意してあるってことで僕も今日初めて見ます。すごいのありますので、ちょっと持っていきますね。ダダーン、こんな感じです。めちゃくちゃ輝いてるじゃないですか。眩しいですね、これ。眩しいです。はい、今回はこのマジェスティゴルフさんから出てます、はい、プレステジオの12、新しいシリーズが情報公開をされたということで、いち早くニキゴルフではこれをお客様にお伝えしたいなと思いまして、今日やらさせていただきます。僕らのイメージ、マジェスティって言ったらこれなんですよ、ゴールド。私の中でもクラブなのかなっていうぐらいキンキラキンなイメージです。マロッコさん、はい、マジェスティ、はい、いくらぐらいに見えます？こんだけキラキラしてるんで50万ぐらいするんじゃないですか。50万そうですね、はい、やっぱり50万ぐらい見えますよね。めちゃくちゃ見えます。それだけね、高級感あるんですけど、お値段は税込みで25万3000円になってます。でも50万ぐらい見えますよね。全然見えます。確かに、はい、これじゃあなんで高いのっていうところのね、はい、理由の一つとして、これちょっと見て分かりますかね。あの、これ僕持つと僕の顔ここに映ってるんですよ。こんな感じでもうキラッキラで、あのいわゆるこう鏡のようなね、こう鏡面仕上げってなってるんですけど、これ他のクラブだとね、こう自分の顔がこんなくっきり見えるのってね、うん、なかなかねないと思いますけども、プラスですね、あのここのクラウンですね、これもなんか普通だとこんなにこうグラデーションに、ね、なってるものって、これも分かりますかね、全体とこの色が違うんですけども、マジェスティゴルフさんの職人の方がもう一本一本時間をかけて丁寧に作ってるっていうのもありまして、うん、このヘッドもこれなんで輝くかっていうと、やっぱり職人さんがこう削ってるんですね。こうキュッともう本当にこう薄くなるまで削ってこの輝きを見せてるんですけど、できたら納得いかなかったら捨てちゃうらしいです。捨てちゃうんですか、そこまで削ったのに。ほいってもやっぱ納得いかないものに関してはね、そこがな職人なのかなっていう感じですけども、やっぱそれだけね手をかけて作ってますので、まあ、そのお値段っていうことなんですけども、なんかフェイスに模様があるのが、ね、これもすごいですよね。これもちょっと見てください。これレーザーでこうニーリングをかけてるんですけども、触ると少しザラ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 して、これが のある程度バックスピンをちゃんとこう出すんですけども、これないとすごいツルツルってなってるんですけども、このね仕上げ方もすごいですよね。これもやっぱ職人さんがね一本一本丁寧にね押し上げているっていうところから、非常に手間がかかったクラブっていうので、僕ね工場見に行ってきたんですよ。やっぱり全然作り方からもやっぱ違うのかなっていう、まあ、日本の工場があるんですけど、メイドインジャパンっていうところだと、やっぱり水野さん、あの本間さんと職人さんがこう作ってるっていうイメージなんですけど、マジェスティさん職人プラス匠、いわゆる匠プロフェッショナル、ゴルフ界であんま匠って言葉は使わないと思うんですけどす、ね、匠の方々がおられて、ペンを削って塗装もしてで組み上げるみたいな、僕行ったんですけど、匠ルームみたいなのがある部屋に専用のすごい人が、ものすごい空間があって、そこにこうちょっと入らせてもらったんですけど、すごい方々が作ってて、ゴルフクラブとしてももちろんなんですけど、芸術品のレベルまでゴルフクラブを持ち上げてるっていうものになりますので、マジェスティっていうとご年配の方が使うイメージがすごい強いんですけど、あのやっぱりその通りですね。そこのコンセプトはやっぱり変えてませんので、ただ若干長さがあの今回短くなっているので、今までこうちょっと長くて振りづらかったなっていう方なんかもより触れて使いやすいというか振りやすい方も増えたかなと思いますので、ちょっとそこをねぜひ試していただきたいかなと思います。はい、じゃあ早速シダ行ってみたいと思います。はい、じゃあちょっとシダ場に来ましたんで、スペックはあの 10.5 度の、レギュラーシャフト、先ほど46インチになりますので、またキラッキラで初打ちが多分丸岡さんだと思いますんで、はい、打っていただきます。はい、はい、出せていただきます。はい、これ傷つけたら買い取りとかあるんですか？それはもうそしたら打てないです。これね絶対打てない構えた感じ、ここちょっと暗いですけど光ってますね。やっぱちょっとフェースは被ってる感じがするんで、スライサー向けにしっかり左に捕まるヘッドになってる感じがします。ナイスショット。なんか打感が
今までにない感じがします。なかなか違う違う、今までなんか打ったことないクラブっていう感じがします。球上がりましたね。球めちゃくちゃ上がります。上がりやすいね。なんか打感が軽い、当たった感覚が、なんか衝撃が少ない、なんか早く振れる、当たってから減速しない、弾いてくれるってことですか。そういう感じですね、多分。今回のヘッドはその前作との違うところで、はい、このメーカーさんもクラウン、カーボンクラウンっていうところで、うん、ここのクラウンの部分カーボンを使ってるんですけども、今回のマジェスティさんのプレステージョン12は全てフルでチタンを使ってるっていう、ことになりますので、そんなにっていう方も多いと思うんですけど、うん、やっぱりこうカーボンのクラウンだけ作るとつなげるところ、いわゆるつなぎ目の部分でロスが生まれるっていうことで、うん、マジェスティゴルフさんならではですけど、このチタンをフルで作ることによって薄く、本当に薄くチタンを作ることで、カーボンを使っているドライバーを超えてるということになりますので、より重心もそれによって下がって最大効率で、まあ、飛距離が出せる、ミスに強いっていう感じになってるので、より進化してるんじゃないかなと思っております。まさに匠の技。そうなので、匠のなせる技がここにこう詰まってるのかなっていうふうに思いますので、傷ついてないです、大丈夫ですか。大丈夫そうです。大丈夫そうです、はいはいはい、ちなみにシャフトの感じどうでした。シャフトの感じはやっぱヘッドが若干こう効いてる感じはするんで、メンズのゼクシオと同じような感じで、ちょっとこうしなる感じはありました。タメを勝手に作ってくれるってイメージですか。 ありますね、はい、ちょっともこっちから見るとすごい輝いてますけど、本当すごいです、はい、もう使ってるこのね、素材もやっぱりもう一級品をこう使って、シャフトもこだわってるっていうところになりますので。ちなみにちょっと聞いたんですけど、マジェスティにはソムリエがいるっていう話を。そうなんですよ実はソムリエがですね、全国にいらっしゃってて、はい、今で何人なのかちょっとね、実は私があのソムリエに、ちょっと実はですねソムリエでございます、はい、なのでこうちょっと語らせていただいてるんですけども。そうだったんですか。はいはい、一応厳しい試験を突破してソムリエになりましたっていうことになりますので、全直店に行けば皆さんがソムリエとして、そうですね、私がソムリエとしてあの出迎えさせていただきますので、ぜひもうちょっとちょっと打ってみましょうか、はい、せっかくのね、いいクラブなんで、もうちょっと打ってみていいですか。はい、はい、どうぞどうぞ。あ、まあね、普通に打ってるだけなんですけど、めちゃくちゃ上がります。上がりやすいですね。なんかすごい切り返しのここでシャフトがグッとこうしなってくれるんで、切り返しがすごいタイミング取りやすいです。これそうですね、さっきあのタメが作りやすいシャフトっていう感じで、はい、言ってたんですけど、手元がちょっとこう柔らかくなってますので、やっぱりこうトップに上げた時にタイミングが取りやすくて、でシャフト自体のこの重さにしてはトルク、いわゆるシャフトのねじれがちょっと絞ってあるので、フェースのこう当たる時の向きなんかもずれづらいっていうちょっとメリットがあるシャフトになってますので、見た目が高級そうに見えるだけじゃないっていうところ、ちゃんと精度もしっかり振りやすいようにっていうになってるんですね。使うのにはちゃんと理由があるあるってことですね。そうです、やっぱり球の高さはねすごく出るっていうところなんで、普段高さが出ないで困ってる方、先輩の方なんか本当にいいかなと思いますね。思いますね。はい、はいはい、じゃあ今打ってきましたけど、はい、どうでした丸子さん。打感がすごい私自身は軽いなって感じたのと、あとはもう球の高さ、出てましたね。めちゃくちゃ上がるんで、やっぱこうシニアの方で球が上がらない、ヘッドスピードあんまりない方とかだと、もう勝手に上がってくれるんで。でも回転数ね、スピン量は少なかったんで、少ないんですよ。だから高さも出てね。そうですね、はい、ランもしっかり出て高さもこう出てくれるっていうクラブになってると思うので、ぜひキンキラキンのちょっと欲しい方は、ね、あの目立ちたいっていう人はね、ぜひゴルフ場でこう、いや絶対持ってる人いないですからねそんなにはい、それで長さもねちょっと短くなったんで、ちょっとねマジェスティ長くて嫌だなって思ってた方も絶対振りやすくなってるんで、いいと思いますね。ここにこれあるってことはフルセットで揃えられるんですか。そうなんですよ。これはねほんの一部で、実はですねこれこう見ていただくと、ここの赤が、ここのバッジですね、赤がレディース、黒がメンズっていう風になってまして、メンズがドライバー、フェアウッド3457で、ユーティリティが34567で、アイアンが56789 10 PPAAS っていう20本から、違います、20本の中から自分の
13本ですか、これは、はい、うん、選んでいただけるっていうところ でレディースはドライバーで、フェアウッドの3457で、ユーティリティが同じく34567、ダイアンが56789PAS の18本から、またここも13本を選んでもらうっていうような形になりますので、ちょっと長くなっちゃってますけど、各店にソムリエが在籍してますので、私もっとソムリエなんで語りたいんですけども、ちょっとね時間を押してきてしまったので、お近くのニキゴルフにぜひ、ね、ソムリエいるかと尋ねて行っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ニキゴルフの公式 YouTube チャンネルでは、これからまたこういう新製品の紹介だったりとか、打ちたいクラブの比較動画みたいなのもバンバン上げていく予定ですので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。バイバーイ。